フェイスブックの友達から国産基礎ヒノキ開運神棚のご注文でございます金箔が吹いても剥げない国産仏壇大仏壇の販売が転職永田幸喜でございます2018年10月の19日今日は金曜日ですね今朝の5時36分朝動画でございますあの実はありがたいことで昨日フェイスブックの友達の山本様今度ですね お店を開店されるそうです、補聴器のお店、帯山ですね。あので、あのもう社長のところの開運神殿買いに来ましたとご覧いただきました。誠にありがとうございます。現物はこれですね、まあ、これはあくまでお店見本ですけど、ですね。この新品を納入させていただきます。誠にご開店おめでとうございます。で、実はですね、あのそ,のその時ご質問がございました。あの社長って 神さんの向きはどちらが良かかったですゅうことでございました。であの結論から言うとですねまあ東と南と西がいいですよと本当は北でも構わないんですけどただやっぱですね北向いてるとやっぱ言わす人が言わすですよねあらこら北向いとれば夜中ばいって。 それあ,ればあんまり気持ちよくないですから、まあ、東、南、西ですね、まあ、それはもうあの今ですね、事務所の向きとかもありますから、ですね、まあ、これはもうそういう形でいいかなと思っております。あととですすね、えー、棚をってもらえますかという、 ご、えー、ご質問もございましたでこれがすみません、今の事務所はですね釘が打てないんですよね、今の新しいお宅はですね、ですから、これは大家さんに相談されて、ですね大工様に棚を作っていただくと、それかもしくは、ですねもう今、私、これをお勧めします、キャビネット、戸棚、ラック、戸棚ですね、戸棚、キャビネット、戸棚、ラックの上に置いてくださいと。 もうこれですと釘もあの穴もできませんしですねまあ、ちょうど見ていただくと分かりますけどうちも今こうやってこう神棚さんは。 あのラックの上に置いてありますよね、まあ、ちょうど高さ的にもちょうどいいかなと思いますし奥行きも40ぐらいありますから寝具とかですね、石式全部載せられますですから、まあ、こういう形もいいですよということでご案内いたしましたであ,のあとそれとですね、まああの、これには書いてないですけど上から踏む場合がありますよねその場合には言ってくださいあの、まあ、別売りですけど雲と書いた木のプレートがありますのでそれをもう上の方に貼れば大丈夫でございますはい、まああの、この度はですねご注文ありがとうございました 新しいかとぜ心よりお祝い申し上げますはいではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました心よりお礼を申し上げます皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます皆様の開運ご発展心よりお祈り申し上げます